名古屋飯が名古屋発祥じゃないかも説、はい、はい、これ一体どういうことか深掘りしていきます。まずはこちらです。味噌カツについてなんですが、うん、あのうなぎパイの取材でもお世話になって、今年間違いだらけの名古屋飯という本も出した名古屋飯取材歴30年の大竹俊幸さんに伺いました。はい、味噌カツはですね、いくら調べてもいつここの店がっていう決定的な証拠になるような文献ってないんですよ。だからはっきりはわからないというのがもう実情です。一般的によく言われるのは戦後の、屋台で、土手鍋の、鍋に串カツをドボンとつけたら美味しかったんでそこから生まれたっていうのが一番よく知られてる、岐阜が、元祖だっていう説もあったりとか、三重県の津に元祖と、おぼしきお店があると。三重県津市というワードが出てきました。で、味噌カツ発祥で検索をしたところ、一番上に出てくるのがこちらなんですね。味噌カツ発祥の地と言われているのは三重県津市。津市、これが最初に出てくるんです、うん、もうこれは気になるということで現地にお邪魔しています。行きましたか。名古屋から車でおよそ1時間半、三重県津市にある洋食店、カインドコックの家カトレア。昭和40年創業で、ランチタイムは地元客でにぎわいます。皆さんが注文したものは、味噌カツ、なんかつランチを、味噌カツ目当てですそう、味噌カツ。お昼時には客の半数以上が注文する看板料理です。そんな味噌カツについてメニュー表を見てみると、日本人に親しまれ愛される洋食メニューをと思い考案され、当店で誕生したのが味噌カツですとの文字が。確かにインターネットで書いてあった情報に合致します。お客さんにも聞いてみると、ここが元祖だぞと思っています。いつの間にか名古屋名物みたいになってて、なんかちょっとパクられた感もありますよね。お店の味噌カツを開発したオーナーシェフの谷さんに伺うと、自分で、作ったメニューですから、私が発祥のもとだというのに書いてもいいんじゃないかなっていう。洋食の中の味噌カツとして作ってますから。カトレアは洋食の味噌カツで、名古屋とは別物だといいます。作り方を見せてもらいました。お肉は豚ロースを使用、余分な脂身や筋などを丁寧に取り除き、冷蔵庫で3時間寝かせて旨味を引き出します。続いて味噌カツのソース作り、出てきたのは味噌ではなくこちら、フランス料理の出汁にあたるブイヨンです。鶏ガラや牛すじ、玉ねぎ、人参、セロリなどを入れ、丁寧にアクを取りながら弱火で6時間以上煮込み、一晩寝かせたものです。ここに登場したのが豆味噌。ブイヨンを加え、味噌の風味を飛ばさないよう砂糖と一緒に少しずつ溶かします。そして仕上げに加えたのはレモン汁。カツの脂が中和され、さっぱりとした味に仕上がります。豚肉に小麦粉、溶き卵、粗めのパン粉をつけて油の中へ。およそ2分でこんがりとしたきつね色に。鉄板にカツをのせ、味噌ソースをたっぷりかけて完成。ナイフとフォークでいただく味噌カツスペシャル、ライスとサラダがついて1300円です。
結構染み込んでるのに別にめちゃくちゃ濃いわけじゃなくちょうどいい味で、すごい美味しいですね。そこまで甘くないですけど、そこまで味噌辛くもないですし、向こうの方が甘いのかな。いくらでも食べれるっていう感じですかね。確かに味も作り方も全然違うカトレアの味噌カツ。開発の経緯も伺いました。まだ洋食を召し上がる方が少なかったんですね。歴史が浅いんだから、自分で一般の人にも親しまれる洋食メニューを作ろうと決心したんです。創業したおよそ60年前、洋食は高級料理でした。気軽に食べられる洋食を提供したいと、日本人に馴染み深い味噌とポークカツレツを合わせ、このオリジナルの味噌カツが誕生したのです。やっぱり食文化が発展するということは僕自身が望んどることで、何の抵抗もないですね。あ、美味しそうです ね。美味しそうでした、はい、で味噌カツの発祥について大竹さんによりますと、東海地方の人が食べている豆味噌の特徴がこちら。煮込んで美味しくなる、油と馴染みがいい、そしてお肉魚の旨味を高めるといったもの、まあ、つまりとんかつと相性が抜群ということなんですね。合うに決まってると、はい、で谷さんをはじめ東海地方のさまざまな料理人が、あ、これ味噌と合うんじゃないかということで味噌カツを開発したのではないか、名古屋に限らずそれぞれのお店が発祥地であるのではないかということでした。あ、私は名古屋のヤバトンさんだと思ってたんですけど、やっぱりいろんな地域で一斉に作り始めたっていう説もあるんですかね。ですからね、どっかみたいな本気争いしないで、みんなそれぞれが自分のところ発祥の味噌カツですよってやってくるのもいいじゃないですかね。そうですね、うん、それだけ愛されているってことですね、どこでも味噌カツが。そしてレトロで素敵なお店、カインドコックの家カトレアは三重県津市にあります、うん、午後8時ラストオーダーで、木曜日だけ午後3時ラストオーダーです。